こんにちは、ヒルトルフィリップ太郎です。いつも私のポッドキャスト配信聞いていただき、誠にありがとうございます。という形で2021年もね、今11月になりましたので、まあ今年も残りね、もう60日を切ったという形でね、もう年末っていう感じになってきましたよね。 ねあなたは2021年の残りとね、えー、何をするか決めてますかそれでね、2022年に向けてですね、えー、っとね、どんなことをやっていくのかってことをね、まあちょっと考えてる方も多いと思いますけれども、まあやっぱりね、私もね、来年に向けて、まあ、今年今何をやるか、 がね、非常に大,大切だと思ってます。2022年になったら何をやろうかなっていうことをね、考えてるぐらいだと、ちょっとね、あの、もう出遅れてしまいますので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、もう今から来年に向けて、毎日、一日一日を大切にしてですね、あの、今からガンガンやって、もう2022年になったらね、あの、何か結果が出るぐらいなね、えー、感じで、まあもちろんすぐに結果が出るとは限らないですけれども、その今、ね、あの、どんどん来年以降に向けてやるしかないですのでね、ね 残された2021年をね、の一日一日を大切にして、えー、ガンガン行動していきましょうという形でございます。私もね、あの、頑張りたいと思います。はい。えー、という形でね、今回のポッドキャストのテーマなんですけれども、えー、今回はですね、有料サブスクを販売する際の注意点というテーマでお話をしていきたいなというふうに思います。えー、私もですね、まあ、有料サブスクっていうのはですね、私のヒルトルインナーサークルってね、えー、月額制のコミュニティが、えー、あるんです。 ですけれども、ま、あそれを今2年以上ね。 運営しておりますし、えー、そこでですね、あの安定してずっと常に100名以上の会員さんがいらっしゃいますので、えー、まあそういったね、有料サブスクについて、まあ語る、あの資格はあるのかなというふうに思ってね、えー、今回のポッドキャストをね、あの、さあの、作成収録しております。でね、その、あの、そもそもですけど、その有料サブスク、まあ月額毎月お金がね、あの、いただけるモデル、で、その代わりに何かしらのサービスとかね、ツールとかを、えー、提供するモデルって、まあ非常に今流行っているわけじゃないですか。 この数年めちゃくちゃ流行っていますよね。えー、海外のね、マーケティングセミナーに行ってもですね、あの、とあるね、まあ、そのセミナーの主催者が言っていたのが、まあ、今どんな会社でもね、あの、うまくいってる会社はもうほぼ100%必ずね、あの、有料サブスクのね、えー、会員さんをしっかり囲い込んで、安定して収益が手に入るようなね、ビジネスモデルをやっているよってことを言っていました。ね、あなたの周りでもどうですかね、あなたが支払ってるサービスとか、ね、あの、有名な ガーファーとかのね、会社、ね、なんだかフェイスブックが <laughs> あのメタになったみたいな話をね、聞きますけれども、まあそのガーファーのね、会社とかもそうじゃないですか。例えば、その世界最大級のね、あの、有料サブスクといえば、例えばアマゾンだってね、アマゾンプライムっていうサブスクがあるわけですよ。ね、あの、もちろん価格自体はそんなね、 そこまで高くはないですけれども、まあ、でもね、まあ、あの、あんだけ会員数、会員数どのぐらいいるんですかね。あんだけね、僕もアマゾンプライム入ってって、普通にずっとね、毎年お金払ってますけれども、えー、アマゾンもやってるし、ね、ま、ネットフリックスなんかもね、そういったサブスク系、まあ、そういったね、ショッピ、あの、スポティファイとかですね、アップルミュージックとかもね、あの、いろいろありますよね。その今、アップルの名前出ましたけど、アップルなんかも、そのハードウェアを売るだけじゃなくて、まあ、ある意味ハードウェア、まあ、iPhone のね、売り上げが多分ね、あの、一番でっかいんで、 ですけれどもあの会社もやっぱりその iPhone とかねアップル製品を使っている方に、まあ、ある意味バックエンドってわけじゃないんですけれどもそのアップル製品を使ってる方にじゃあ追加でね毎月ねあのいくらいくらお金を払うとこういったねあの音楽だったり映画アップル TV であったりねアメリカだとなんかフィットネスってのもあるんですよね。 っていう形でですね、いろんなね、あのコンテンツをね、あの聞き放題ですよ、見放題ですよ、受け放題ですよっていうサービスを、えー、で、ね、提供してる会社って、まあ、有名企業でもめちゃくちゃ多いわけじゃないですか。 ね、アドビとかだってね、昔はフォトショップとかをね、そのパッケージで単体でね、単発、買い切りで売っていたのか、ね、あの、ずっとお金払えばね、あの、毎年バージョンアップしてね、あの、しますよ、みたいな形でですね、あの、アドビなんかも、やっぱそのサブスクに切り替えたことによってすごく業績がね、上がったって話もね、よく聞きますよね。 っていう形で、えー、サーブスクって、まあ、非常にね、まあ、売り手にとって、まあ、売り手視点で言えば、やっぱり売り上げが安定するっていうメリットがあるわけですよ。なので、私も行っていますし、まあ、みんなやりたがります。私のクライアントさんでも、いや、ヒルトルさんみたいなね、僕もコミュニティ有料サブスクリプション作りたいっすっていうね、えー、方がめっちゃ多いんですけれども、ただ、その安易に考えて欲しくないぞと。 で、売り手のメリットばっかり考えて、その安易に考えあ、安易にね、自分もサブスクを売ろうっていう気持ちで、なんかサブスクをね、あの、売ろうとしまう、してしまうと、まあ、結果としてうまくいかないよって話になってしまいますので、えー、そこをね、ぜひちょっと気をつけてほしいなという形でですね、私のちょ,ちょ,ちょ,ちょっと今日のコンテンツを、えー、お話ししたいなというふうに思います。で、あの、サブスクを売るっていうのはですね、まあ、最初に言いますけれども、あの、正直ハードルは高いっす。 ね、あなたもどうですかねそれこそ、例えば、なんか有名人とかがやってるね、あの、オンラインサロンとかなんかファンクラブとかありますよね。ファ,ファンクラブみたいなのもね、昔からあるサブスクのね、あの、形ですよね。で、そのファンクラブとかも、ね、まあ、例えばね、あの、月額数百円とかね、まあ、年間数千円ぐらいっていうのね、サブスクありますよね。はい。で、その、 例えば、仮にですね、あ,あの、ね、月間数百円だったとしても、まあ、毎月ずっと辞めない限り、ね、お金を取られ続けるってなるとですね、まあ、やっぱり申し込む側として、結構信仰心が試されるというか、ハードル高いじゃないですか。ね、その別に500円とか、ね、まあ、そのね、数千円とか、数万円、まあ、もしくはその数十万円、100万円とかだったとしても、まあ、一回払えば、ね、その後別に、 追加でなんか申し込まない限り、そのね、別にそれ以上お金は取られないってなったら、まあそこは別に人って意外とですね、高い金額でもその申し込むのにね、あまり悩まなかったりするわけなんですよ。ね、そうじゃないですかね。はい。ね。でも、その安いね、金額、仮に月々数百円とか数千円ぐらいだったとしても、まあ、毎月お金を取られるって、 ってなると、うーんってね、ちょっと考えますよね。少し申し込むのにさらに勇気がいる。ちょっと覚悟がないと申し込めないっていうね、え風、ー、な形になりがちですので、そもそも最初のね、マインドセットとして、サブスクを売る、有料サブスクを売るってのは決して簡単ではないんですよっていうことをね、えー、常に頭に入れておいてほしいなという風うに思います。ね、もちろん,、うん、すごくね、なんか実績があるとか、素晴らしい商品があると、ね。 で、そのね、あのー、マーケティング力というかファンもいて、ね、しっかりね、あ,あの、素晴らしいコンテンツ、サービス、ツールとか商品を、あのー、ね、毎月お金払っていただいた方にですね、それ以上の価値を提供できるっていう自信があれば、別に最初からいきなりね、今まで商品をなんか売っていなかったとしても、まあ、別にサブスクってのは売れるわけですよ。ね、でもそれは、例えば、ね、そのなんか YouTuber さんでファンがいるとか、まあ、何かしらすごくね、あの、もう、 買いたいようなね、あの、コアなファンがいるとか、ね、よっぽどそういったなんか実績とかですね、まあ、それまでのなんかね、活動のね、 メリット、活動において実績とかね、あの、提供できるメリットがあるからこそ、えー、できるわけじゃないですか。じゃあ、例えばね、まあ、これを聞いてる方で、まあ、今まだ全然ね、自分の存在が世の中に知れていないぞと、まあ、簡単に言えば、あの、自分のファンが、まあ、ほぼい、ね、いませんよと、自分の存在も知られていないし、ネット上で情報発信もしていないし、ね、まあ、ちょっと新しい事業としてネット上でね、なんか、そのね、あの、お金を稼いでいきたいと <laughs>、ね、<laughs> いう方もね、これ聞いてる方多いんじゃないかなっていうふうに思います。ね、最近私のクライアントさんでも、 まあそういった、ね、ご相談がありましたので、そのやっぱりサブスクを売りたいんだけど、どうしようかなみたいなね、そういったご質問がありましたので、まあ、ちょっと初心者向け、ね、あなたがまだネット上であまり情報発信をしていないという前提でね、お話をしていきたいなと、アドバイスをして差し上げたいなというふうに思います。で、そのまあ、簡単なアドバイスとしてはですね、あの、まあさっきも言ったようにサブスクを売るのは大変なので、そのあなたが一番最初に売る商品として、まあ、サブスクを売るってのは、まあ、ちょっとやめた方がいいですよと。 いうのがですね、私がお伝えしたい、えー、ポイントで、えー、ございます。はい。ね、例えば私がね、あの、私の自身の事例であったり、まあ、私がこれまでですね、まあ今でも海外のね、 いろんなマーケティング会社に、まあまあ僕も結構毎月とかね、年間とかで、あのサブスク、有料サブスクでお金を払って、まあ解約しない限りずっとお金がね、取られ続けるって、そういったね、あーのー、商品って結構お金払ってるわけなんですよ。で、どんな時に、じゃあ僕が買う決断をしたのかっていうと、そのやっぱり多いパターンはですね、そのやっぱその人の商品を、そのやっぱそれまでなんか単発の商品とか、まあ買い切りの商品っていうものをやっぱそのまま買ったことがある。 っていうパターンが、まあ非常に多いなというところですね。まあもちろん100%そうではないんですけれども、まあ何かしらのその手頃なね、あの商品、まあもしくはその高くても買い切りで、そのサブスクではない商品を買って、まあファンになるわけじゃないですか。もちろんその買った商品のサービスとかの内容が良ければ、ね、ああすごくね、あこの人にもっとお金払いたいなみたいな気持ちになるわけですよ。そういう形で顧客がいる。 っていうのは、そのビジネスにおいて、めちゃくちゃ大切なポイントなわけですよ。その結局ね、僕もお客さんにいつも言ってますけれども、リストがあると。ね、まあリストって別に何でもいいですけれども、ね、メールアドレスってのが一番基本のリストだと思っていますけれども、そのね、そのリストがあると連絡ができる。 ね、あの、連絡先、お客様の名簿があるっていうのが、めちゃくちゃね、ビジネスにおいては最大の資産なわけですよ。ね、なので、私もね、あの、まあ、LINE とかは基本的にほぼね、あの、あんまり真面目にやっていませんので、ね、まあ、たまにね、お知らせ送るとかしていますけれども、なんだかんだ、そのメールっていうのが一番売り上げにつながるわけですね。なので、まあ、これを聞いてる方ね、まあ、今回のメインテーマではないかもしれませんけれども、まあ、本当にメールリストを集めるっていうことをね、行ってください。まあ、結局、LINE とかだと、正直あんまり あのまあ,業,あの業態というか、まあ、B2C 向けの一般向けであれば、まあ、LINE もね全然ありだとは思うんですけれどもただ一般的にねそのお金を払う層っていうのはしっかりメールアドレスを持ってねまあ誰でもメールアドレスぐらいねあのね18歳以上とかであれば普通お金あのメールアドレス持ってると思います。 ね、あの、それ以下の人でもメールアドレスぐらいね、スマホとか持ってれば、まあ誰でも持ってる時代かなというふうに、えー、思うわけなんですけれども、えー、そのような形でね、そのやっぱりお金を払っていただける層っていうのはしっかりメール持ってますんで、そのメールリストを集めるってことが大切なわけですよ。で、今の時代本当に大切なのは、さらに大切なのは、ただじゃあね、メールリストを持っていて、ね、あの、いるっていうだけじゃなくて、そのやっぱりできれば自社商品、お金を払ってい,ていただいた方、 ね、どんなに安い商品でもいいので、お金を払っていただいた方のリスト、ね、をいかに増やすか、ね、濃い自分の,あの顧客リストってのを増やすかっていうのが本当に大切なわけですよ。なので、そのために、あーの、ね、まず安い商品でもいいので、ね、あーのーね、 気軽に決済をしていただけるような、えー、商品を売りましょうっていうことをね、僕はおすすめをしております。はい。で、そのやって安い商品とかを買ってですね、あの、顧客を増やしていったら、じゃあその方々に、まあ単発でお金払うだけじゃなくて、まあ、毎月お金を払っていただけると、まあこんなね、サービスが提供できますよと。 言って、サブスクを販売するのがおすすめなわけですよ。まあ、もちろんね、なんかツールとかを開発してる会社さんであればですね、まあ、そのツールってのは今時ね、毎月お金を払い続ける、ね、あの、さ、有料サブスクっていうのが、まあ、基本じゃないですか。ね、その方がね、メリットがお客様にもあるわけですよ。結局ね、単発の買い切りのツールとかだと、まあ今ね、OS のアップデートとかですね、まあいろんなね、世の中の規制とか、仕組みがどんどんね、進化している、 スピードが速い時代の中で、その買った時は良かったんだけど、それがなんかすぐになんか使えなくなってしまうみたいな話になりがちですので、まあそれだったら、まあ毎月お金を払う代わりにですね、まあそのね、運営側もしっかりね、責任を持って、えー、アップデートをし続けてくれよと、開発をし続けてくれよっていうのが、まあ本当にね、当たり前だと思いますし、そのなんかお金をケチらずに、まあ特にツールっていうのはですね、特にオンラインビジネスではね、すごく、まあ土台と言いますか、ね、あの、それがないとビジネスがね、あの、回らない ね、あの、ものですので、ね、サイト作成システムとか、その顧客管理システムとかメール配信とかで、ね、いろいろありますけれども、まあ、そこはね、毎月お金をね、あの、払って、ね、あの、サブスクリプションをね、 あの、継続するっていうのが、まあ、当たり前なわけですよ。で、まあ、そのツールをね、あの、開発するっていうのは、まあ、うちも、うちはやっていませんし、まあ、あえてね、あ,あの、まあ、今後も、まあ、多分やることはないかなと。まあ、むしろ海外のツールをこんなのありますよ、紹介して、まあ、少しアフィリエイト方針をね、できればいただくっていうのがね、まあ、僕の一つのね、あの、事業の柱なわけなので、まあ、海外、主に海外のツール、あの、良いツールがあれば全然日本でも紹介します、日本のツールでも紹介しますけれども、まあ、そういった海外のツールを使うっていうのが、まあ、基本な、あのね、 あの紹介するっていうのは僕はおすすめをしております。っていうね、まあ話ではあるんですけれども、まあそのツールをね、自社で開発するのはやっぱ結構ね、それなりに資金投してやったり、やっぱそのプログラマーをね、しっかり雇ったりしなくちゃいけないので、まあ大変なわけじゃないですか。で、その僕が行ってるようなそのサブスクっていうのはその毎月コンテンツを提供すると、まあある意味その、ちょっと芸能人のファンクラブに近いものですよね。まあいわゆるオンラインサロンっていう呼び方もしますけれども、まあ、僕はまあオンラインサロンっていう言葉がね、あの僕の 有料サーブスを、に、ね、あの、なんか。 表すのにベストな言葉だとはあんまり思っていないいので <laughs> というか、そもそもオンラインサロンって言葉がそんなになんかあんまりね、あの、ただの流行りのキーワードなのかなっていうふうに思うので、まあそのね、コミュニティというふうなね、名前で呼んでるんですけれども、そのね、僕なんかはそのいろんな安いね、あのー、商品なんかも販売しています。書籍であったり、数千円とか数万円ぐらいのオンライン講座も販売していますので、まあまずそれに入ってもらうと、ね、お金を払っていただいて、コンテンツを受け取ってもらうっていうね、えー、ことをある意味、僕はお試し商品みたいな 形でまあそのお試し商品自体も有料でもちろん販売させていただいてるわけなんですけれども、まあ、そんなに買うのにハードルが高くない単体の商品買い切りの商品ってのを買っていただいて まずそれがね、お試しになるわけですよ。僕の本を読んでもらったりとか、そのビデオ講座を見てもらって、まあその僕のね、ビデオ講座であれば少し価格はね、本とかよりかは高いですけれども、でも一応ね、あの僕の視聴サイト、動画コンテンツのオンライン講座の視聴サイト、ね、会員だけがパスワードを使ってログインできるサイトがあるわけなんですけれども、まあそこでご質問ね、いただければ別に普通に僕とかね、まあスタッフが回答する場合もありますけれども、まあ普通に僕が回答しますので、あは、ちゃんと答えてくれるんだなと。 ね、いう形で、ある意味、ファンになるわけですよ。ね。人によっては、いや、その安い商品を売って、そんなサポートしてもね、意味ないじゃん、みたいなもったいないよ、時間の無駄だよ、っていう人もいるんですけれども、いや、僕はその安い商品で、いかにファンをね、あの、作るかっていうのがね、僕は、あ,あの、大切にしているところですので、まあ、ある意味、採算がね、合わなくなってしまって、ね、安い商品で、ね、そうなんかね、質問をしっかり回避していたら、なんか、 もったいないよと、もっと高い商品に入れば回答しますよ、みたいなね、えー。そういった形で誘導するのが、まあ一般的かもしれませんけれども、まあ僕の場合安い商品買っていただいて、まあそこにファンで、そこでファンになっていただいて信頼関係を築けば、あ、じゃあもっとちゃんとね、毎月お金を払えば、もっとね、あ,あのね、好きな時に質問したいとか、直接ヒートさんに会える、あの、可能性もあったり、ね、まあちょっとコロナなんて、 のね、この2年間、ほとんどあんまりリアルで会えるイベントはね、ちょっと開催してないんですけども、まあ、そのね、あの、2022年は開催していこうと思ってます。まあ、あの、っていう形でね、あの、僕に会えたりとか、ね、あの、専用のライブ配信のね、あの、コンテンツが見れるとか、新しいなんか情報を得られるとか、まあ、そういう形で、そのね、継続的にお金を払った人にはこんなメリットがありますよっていう形で、えー、僕はヒルトロインナーサーク、 サブスクリプションをねあの販売して運営をねあのずっとこの23年2年以上継続しているわけですよ。 っていう形で、そのね、あの、いろいろお話をしてきましたけれども、まあ何が言いたいかっていうと、まあ本当にね、最初に言ったように、いきなりサブスクを売るのはちょっとおすすめしませんよと、しっかりファンができてきて、まあ最初は単発の商品売りましょうねと、ね、あっていうね、形でファンができてきたら、まあちょっとファンクラブを作って、ね、毎月これを学べますよ、こんなサービス、メリットが、あの、享受できますよっていうふうなね、形にすれば、やっぱその人 商品買いいやすすわけですよでそれをなんかねいやサブスクがいいからもう最初からねサブスクを売ろうっていう形でそのね、まあ、広告費とかをガンガンかけたりとかまあすらしい商品があれば別にまあねそこはやってみてもいいですけれどもそのファンがいないところにいきなりねしなんとか短期間で信頼関係を築こうとしてたくさんの人が集めるっていうのは結構ね激しいというかああの勝てる見込みが少ない 戦じゃないですか。はい。で、ね、まあ、僕はそのプロダクトローンチってやり方をね、ジェフ・ウォーカーさんっていう結構アメリカの有名なマーケッターさんから学んで、ね、あの別になんかプロダクトローンチはもう古いみたいなね、あの言う言い方をする人もいるかもしれませんけれども、すごく土台の考え方はですね、そのプロダクトローンチっていうのがすごくね、あの僕は、えー、役に今でもすごくね、あの土台の本質的な考え方として、すごく大切にしてるわけです。で、そのジェフ・ウォーカーさんが言ってたのは、いや、結構このプロダクトローンチってのは、その中国の古,古代中国の 中国のね、戦術をね、あの戦略っていう、まあ、戦術というか戦略か、戦略っていうものを参考にしてるんですよ、みたいなことを言ってて、ね、なんか外人からなんか東,東洋の文化をね、教わるって、なんかそのね、複雑な気持ちもちょっとあるんですけども、そのなんかね、あの、彼が言ってたのはね、そのジ、ね、ジェフウォーカーのローンチっていうね、ダイレクト出版さんから出てる本もあるので、まあよかったらそれも読んでみてほしいんですけども、その中で言っていたのは、そのプロダクトローンチっていうのは、ね、古代中国のね、あの、なんだったかな、ちょっと名前忘れましたけども、そういった戦術書、戦略書にも書 ってあるように、その戦う前から勝ちが決まっている状態で。 戦いに臨むことがプロダクトローンチなんだよっていうことを言っているわけなんですよ。つまり、そうね、みんななんかね、あの、自分のこと知らない人になんか頑張って売ろうとするもんで売れねえよみたいなね、せっかくこんなに頑張って商品作ったけど売れねえよみたいな話になるわけじゃないですか。でも、そうじゃなくて、ね、少しでも売れる確率を増やすというか、まあ、むしろなんか頑張らなくても、ね、簡単に売れるために、その事前にめちゃくちゃ努力をしましょうねと、ね、ああ、っていうのがプロダクトローンチであり、ね、あの、勝つための戦慮 戦戦術ななわけじゃないでですすか、戦略ね。ね、あの、ね、うまくいかない人ってもう何もノープランでね、戦場に行ってあ、負けましたみたいな話になるんですけれども、まあ、そのどの分野においてもですねそのやっぱうまくいく場合ってよく言うのがねあのなんか準備8割現場2割みたいな言葉もありますあるわけですよ、ね。つまり準備をどれだけ、ね、あの入念にするかによってそのね本番で得られる結果ってのが全く変わってきてしまうわけです。 っていう形でですね、あその、しっかり準備しましょうねと、と、ね、いうお話なわけです。わかりますか僕なんかもね、あの、僕、まあね、ありがたいことにね、まあそのなんかリストに顧客、あのー、 顧客リストにこんな商品いかがですかって言えばね、一定数の人がね、毎回必ず買ってくれるんですけれども、なぜ売れるかっていうと、まあもちろんね、そのね、売れる商品とか売れない商品とか、もちろんタイミングとかね、あの、いろいろありますけれども、まあなんだかんだ一番のポイントは、その僕が常にファンを作るような、ね、そういった行動をしているっていうのはね、行動というかそのね、活動を日頃からしているってところがでかいわけですよ。 ね、その、いろんなソーシャルメディアに、ね、ここもね、うちのスタッフに毎日アップしてもらってますし、まあ、YouTube なんかもだいたい週に1回ぐらいね、そのアップしていますので、ね、あーのー、っていう形で、まあ、こういったポッドキャストもね、まあ、いたい今週に1回ぐらいアップしていますけれども、そういう形で、ね、別に売り込みじゃないじゃないですか。僕の YouTube とか、そのビデオとか、こういったポッドキャストって、別に毎回なんかね、クロージング、まあ、して別にしてもいいんですけれども、別に基本的に売り込みはないですよね。まあ、こんな無料レポートとか、僕の書籍ありますよ、みたいな告知はね、まあ、一応たまに ししてていいいますすけけれどもなななんかかハードな売り込みをしてるわけじゃ,ないじゃないですかねご案内とかね告知とかまあちょっとすることはあるかもしれませんけれども、まあ、基本的にはそのコンテンツ9割9.9割みたいな感じでそのコンテンツをしっかりねあのねそのねそなんか自分が商品を売りたい時とかじゃなくてだけじゃなくて、まあ、年がら年中コンテンツをね出しているわけなんですよっていう形であのねやっぱりそういったその 戦いに挑む前にね、戦いというのはある意味セールス、セールスが戦いってね、言ってもいいかもしれませんけれども、まあ別にね、そんな、あんまりそういった言い方は僕は好きじゃないですけど、セールスはただご提案するだけなので、まあ別にね、その勝ちも負けも僕はね、お客様がね、喜んでいただけることが勝ちなので、ね、ちょ、ちょっと売り上げが少なかったから負けみたいなのはね、あんまりそういった考え方は好きではないんですけれども、そのやっぱりね、あの、結果を出したいと、そういった本番のね、あの、自分のね、ビジネスとかね、なんかすごく、あの、仕事の のね、大切な場面において、やっぱそれがうまくいくかいかないかっていうのは、まあ、どれだけ準備をしたかなんですよ、というお話なわけです。で、そこで自分がそのサブスク儲かるねと、毎月お金欲しいねと、いう、というなんか自分視点で、ね、ただ商品サブスクってもうまくいかないわけですよ。そうじゃなくて、僕の場合はしっかりね、事前にファンを作って、ね、ヒルトルさんにもっとお金払いたいです、みたいな、えー、そういったそのお客さんっていうものをね、あの、やっぱりその作って、 ってからサブスクをね、売ったわけですよ。っていう形で、まあ僕も結構海外のね、サブスクのやり方をモデリングして、まあ僕の、あのサブスクリプションのね、コミュニティっていうのをね、作ったり、えー、しましたけれども、そのやっぱりそのね、これ、サブスクね、もちろん僕も数年前、 この今のね、あのコミュニティ始める前に、そのやっぱり、まあ、安定収入がやっぱその必要だよなと。やっぱ昔から僕も結構ね、スタッフ雇っていますので、まあそのね、その、やっぱ今月ちょっとあんまり商品売らなかったなとかね、売れなかったなとかいうことももちろん僕もあったわけですよ。ね、っていう形でちょっと今月売り上げ少ねえな、みたいになるのがね、やっぱ精神的に結構きついわけじゃないですか。ね、そのね、経営者の方はご理解いただけると思いますけれども、まあなので、そのやっぱサブスクリプションモデルっていうのは結構海外でもやってるし、まあ、僕もね、こうやって お金払って、ね、海外の人にお金払って、まあ、うまく、すごくね、自分もあの結果出せてるし、ね、あのいいなと思ったので、まあ、自分もねあの、自分のビジネスのためにもだし、そのお客さんのためにも、あのやっぱりやりたいなと思ったわけですよ。ね、特に単発の商品だけだと、みんなね、あんまりログインしなかったりとか、ねあの、またすぐ。 他の商品、すぐ別の商品も売らないと、また他の会社にもどんどんお金払ってっていうね、あの、走りもなってしまいますので、まあ、そのお客様をある意味囲い込むんだっていうね、目的もあって、そのね、自分のね、あの、教えに集中してもらうとか、ね、あの、いつでも質問ができたりとかね、いつでも新しい情報をできるだけね、努力してこちらもお届けしますよっていうね、えー、そういったお客様がメリットがあるっていうね、そういったご、 ご提案を作り出したりとか、まあ、あとは、そのやっぱりね、ちょっとこれはすごく大切なお話なんですけれども、すごく特典とかを作ったわけですよ。ね、特典コンテンツ。ね、あの、これに入会すると、例えば今までに僕が販売していた、こんな特典がね、あの、セミナーの録画とかが手に入りますよ、みたいな形で、その特典を作ることにすごく力を入れました。ね。で、なぜかっていうと、その僕が、その海外の有名なマーケッターさん、ね、月額、僕もね、あの、有名なマーケッターさんだと、この、 もう4 5年ぐらいかな、もう毎月4万円ぐらい、ね、390なんだろうね、サブスクとかがあって、毎月4、5万円ぐらいずっとお金払い続けてるんですけども、なぜそれに入ろうかと思ったと。ね、僕もね、毎月それだけでずっと払い続けるというと、少しね、やっぱその躊躇したわけなんですよ。でもなぜ僕が入ったかというと、その餌があったからなんです。ね、餌っていうのはまあその特典だけっすよ。ね、私がこれまでいろいろね、販売してきた、このセミナーの録画とか、その教材というものを、このね、コミュニティに入って、 毎月お金払っていただければ、その差し上げますよと。ね、別に万が一辞めても別にね、あの、差し上げた特典は見れますよ、みたいなそういったオファーだったと思うんですけれども、あの、それがすごく魅力的に感じたわけです。なので、そういった餌があるもんで、その商品、あの、サブスクに入ろうと思ったわけです。なので、その餌をね、あなたが持ってるかというお話なわけですよ。ね、私のクライアントさんでも、まあ、長年やってる人は、ね、それこそ DVD の時代からね、あの、 コンテンツ作ったり、販売してる人とかは、いや、昔作ってた DVD 教材ありますよ、みたいなね、ことを言うわけですよ。ね。あ、じゃあそれ、あの、今でもそれってなんか使える内容ですかねって聞くと、いや、もちろん使えますとか言うんで、あ、じゃあその DVD 今売ってないんだったら、そのデータをネットにね、会員サイトにアップして、じゃこのね、サブスクリプションに入ったらとか何かしらね、高額なね、あのー、講座とかに入ったら特典としてあげましょうよって僕は結構アドバイスするわけですよ。 っていうね、僕が、僕自身がそうやって <laughs> いろんな人にお金払ってきたので、そうやっぱそれがね、有効だってのがわかるわけですよ。僕のクライアントさんにも、このね、あのコミュニティに参加すると、これとこれとこれとこれが手に入りますよと。ね実際このぐらいの価格で販売してるっていう形で、まあ実際に僕の会員サイトで、あの少しね、高めの金額で販売してる講座があるんですけども、まあそれをあえてね、あの特典として、まあ継続していただければですね、まあ毎月一定期間毎月新しいコンテンツあげますよ、みたいな形でですね、あのその特典がもらえる 期間特典、ね、がもらえる期間がねあの終わったらやめちゃう人もたまにもちろんいますけれども、えー、そういう形でですね、しっかりその準備、ねあのこれでもかっていう風な特典っていうのかな、特典であったり、 ね、あの、すぐに見れるコンテンツがある程度あった上で、サブスクリプション、ね、特にコンテンツ、ノウハウ提供型のサブスクっていうのは、そういったし、ね、しっかりした準備がないと、まあ、うまく売れませんよってのは僕が言いたいことでございます。っていう形でですね、まあ、これからね、あの、 ビジネスをね、オンラインビジネス、コンサルティング、僕みたいなコンサルティングビジネス、コーチングビジネスを始めていきたいっていう方はですね、まあ、いきなりサブスクリプションを売るのはちょっとね、あの、おす,すめしませんですよというお話でございます。で、まあ本当にね、まあ僕もそのね、あの、ご相談があったクライアントさんにも言ったんですけども、まあ今全然商品がないのであれば、まあ高額商品売りましょうよと。 ね、その、なんか、例えば一人のお客さんから、まあその年間ね、まあね、数十万円でもいいし、まあできれば数百万円ぐらいね、いただければね、いいですよね。まあその、それどのくらいもらえるかは、その、まあビジネスのジャンルと業界と業種とですね、どんなターゲットをね、あのあ、相手にするかと、あなたの実績にも、え、よりますので、まあそこはですね、一概にいくらがいいって話ではね、言えないんですけれども、そのやっぱりちょっと高い商品ね、まあ最低でも個人向けだったとしても、まあ毎月数万円ぐらいで、例えば 半年間面倒を見て何十万円ですよというぐらいやっぱ最低ラインじゃないですかね。ライズアップとかだって、まあ僕は行ったことないですけども、ね、あの、なんか3ヶ月で30万円でしたっけまあわかんないですけども、まあそういったそこそこね、あの、数十万円っていう価格をチャージするね、あの商品をね、売ってる会社ってまあたくさんあるわけじゃないですか。っていう形で、そのぐらいは最低ね、あの、お金がもらえるような商品を売らないと、その最初はきついっすよ。 ね、あの僕なんかはリストがあるもんで、 ね、あの、3000円の商品とか、まあ、そのリストがあるというか、その、そもそ、そこそこね、あの、体力が、ビジネス体力、資金力とか、まあ、ある程度ある方だと思ってるんで、リストの数とかも含めてですね、あ,あの、安い商品をしっかりね、広告でかけていったりして売って、ね、まあ、そこから一定数が、ま、上っていってですね、他の商品も買っていって、まあ、なんとかね、利益が出ますね、みたいなね、そういった、あの、モデルを作れていますけれども、今全くリストもないですよ、と。 ね。で、オンライン講座とかも別にそんなないですこれから作りたいですっていう人は、そのね、あのー、まあ、僕の教え方がちょっと悪かったかもしれませんけれども、まあ、3000円の商品ね、作りましたと。で、頑張ってね、なんかソーシャルメディアでつぶやいたりしてライブ配信して、あーのーね、ちょっとリストを100リストぐらい集めました。で、じゃあそれで売ってみたらね、なんか3000円の商品か3個売れました。みたいうような形で、まあ、僕も昔そんな時代はありましたけれども、まあ、それだときついじゃないですか。 ね。なので、まあ、最初は本当にね、あなたがリストもない、あの、本当にね。 あの、オンライン講座とかもないっていう状態、ゼロからスタートする場合はですね、まぁ、ちょっと今までの、そのね、あの、経験、今までの実績っていうものを使って、まあ、個別にお伝えしますよっていう形で、本当に一人、もしくはく、複数名のクライアントだけでも、まあ、そこそこあなたがビジネス、ねな、あなたのビジネスが成り立つような、あなたが食っていけるような、えー、そういった売上になるような、ちょっと高額商品を売っていきましょうね、というお話なわけです。で、その高額商品を売れば、ね、そのね、 しっかり頑張ってサービスを提供すれば、まあ、よっぽどね、ダメなお客さんだったら、ね、あの、お金もらわない方がいいと思うんですけれども、まあ、そのね、ちゃんとしたお客さんであれば、あなたがしっかりね、あの、サポートをしてあげれば、まあ、そこそこの結果は出るわけですよ。まあ、最悪結果がそんな出なかったとしても、いや、この応、ね、何々先生、あなたのことをですね、いや、すごく頑張ってサポートしてくれたので、おすすめしますよ、みたいな、そういったお客様の声がもらえますよね。なので、そういったお客様の声をもらって、そのね、自分のクライアントさんがこんな結果出しました。 っていう事例があれば、じゃあそこからもう少し戦略的に、まあ数万円とかもしくは数千円、数百円みたいな安いオンライン講座を販売していってですね、あの、コンサルはもっと高いですよみたいな、そういった商品ライ,ラインナップを作ることができるわけじゃないですか。で、そういった商品ラインナップができたら、まあ、僕のおすすめとしてはできればもうちょっとね、あの、なんていうのかな、少しバックエンド的な感じで、あの、月額、まあ最低でも1万円以上。 ね、あの、あんまり1万円以下のサブスクって、あのね、すごくインフルエンサー,ンンサーさん、とか、有名な方であれば、ね、別にありかもしれないですけれども、まあ、なぜかっていうとね、ファンがいれば、まあ、安い金額でも、まあ、たくさんの人を集めることができるのでね、ね、あなたがなんか芸能人とか、あの、なんか有名 YouTuber さんですよとかね、そういったね、あの、ネット上にファンがたくさん、そもそもいるって人であれば、まあ、安いサブスクをね、まあ、一般市民向けって言ったらあれかもしれませんけれども、 まあ一般向けにね、広く浅く売るみたいなのありかもしれないですけども、その、まあ僕も含めて別にね、一般的に有名じゃなくて、まあどちらかっていうとすげえマニアックな内容をそのマニアックな人に売るみたいな。で、そのね、人数がそんなにいなくても、まあ一人一人あたりの単価をね、あの、まあ業界とか業種ね、ターゲットを絞れば、そのね、あの単価、売りねって上げることができますので、僕は少ないお客さんに出たとしてもね、 あの一人一人あたりの単価を上げることで、あのね、売上がしっかりね、あの、僕と僕のスタッフがね、食っていけて、なおかつ、事業をね、広告をかけて拡大できるような、まあ、そういったビジネスっていうものをできるような形でですね、あのね、サービスとね、あの、根付けをね、行っていますので、あの、ぜひあなたもですね、そのなんていうのかな、 最初からなんかすげえ安いサブスクを売るっていうのは結構僕はもうね、きついかなと思っていますので、ま,あ、まず本当にゼロから始める場合は、まあ高額商品よりましょうね。コンサルとか、ね、あの、少人数のお客さんに対してしっかりサービスを提供して、まあそこそこね、あの、ハイチケット、ね、商品とか言いますけど、ハイチケットなはね、あの高いお金を、ね、お金をいただけるような商品をまず売ると。ね、それがステップワンです。で、それが、あのね、 少しね、安定してきたら、じゃあちょっとね、自分が働かなくても、コンサルしなくても、ちょっとね、安い商品売って、ね、あの、そのビデオ、講座とかね、コンテンツを販売していて、 で、まあ、ちょっとね、あの、自分が寝てる間もコンテンツが提供できるような仕組みをね、あの、作ると。で、買い切りでいいので、まあ、ちょっと安い商品をね、販売していって、そのちょっと、ちょっとでも階段をね、あの、なだらかにしていくというか、ラインナップを充実させていくっていうのがね、あの、ステップ2でございます。で、その上のステップ3として、じゃあそのね、例えばね、コンサルはね、あの、まあ高くてね、僕なんかもほとんど今ね、全然コンサルとかね、あの、今ほとんど募集していないんですけれども、あの、コンサル、僕との個別コンサルは高いけれども、まあね でも、毎月お金払っていただければ、そのちょっとコンサルのライトバージョンが受けられるようじゃないですけれども、えー、そういう形でですね、そのなんかバックエンド商品的な、えーね、あの考え方、ラインナップで、えー、とサブスクリプションなんかをそ,それまで安い商品を買っていただいた方に売るっていうことをすれば、すごくですね、あの売れやすくなります。そんな頑張ってセールスしなくても、まあ、メールでね、こんな。 僕のコミュニティ入りませんか毎月お金払えませんかって言っても、まあ、そのファンがたくさんいれば、お金払えますよって話になりますので、えー、大事なことは、まずね、いきなりサブスクを売るんじゃなくて、まず高額な商品を一人のお客様に売る、少ない人数のお客様に売って、えー、しっかりね、あなたも経験とか教えるね、あの、経験を積んでいって、教えるのがうまくなっていけば、じゃあその次に安い商品を作ったり、書籍を販売したりとか、えー、そういったこともね、もちろんね、あのし、しやすくなっていくわけじゃないですか。そうやってね、ラインナップを充実 させていろんな商品買っていただいた方にある意味最終ね。あの兵器じゃないですけどもあのね。 万を持してサブスクリプションをね、少し高めの価格でもいいので、サブスクリプションを導入ね、してもらう、ね、販売するっていうのが非常におすすめの方法ですので、えー、ぜひね、それをね、頭に入れといてほしいなというふうに思います。はい。という形でね、少し長くなりましたけど、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ね、今の時代、すごいサブスクリプションってのはすごく魅力的なビジネスモデルなんですけども、まあ、僕もかなりね、サブスクリプションを売る前に、あのー、1、2年ぐらい、すごく準備をかけて、 我慢してね、売りたいのを我慢してですね、あの、準備をしましたので、ね、ぜひあなたもね、ちょっといきなりサブスクを売るっていうよりかは、まずね、あの、高額、あのね、一人のお客様に対して高額な商品を売るとか、ね、買い切りのね、単発な、ね、コンテンツを販売していって、顧客を集めると、ね、しっかりあ、ね、お金を払っていただける顧客を集めれば、まあ、そこからサブスクを売るのも決して難しくはありませんので、ぜひそれを頭に入れておいて、ね、あの、いきなりサブスク売りたいってのもわかるんですけど、ちょっとその気持ちをね、我慢し しながら、えー、ぜひねあの商品を販売していって顧客を毎日増やしていきましょうということでね今日も最後まで聴いていただきありがとうございましたぜひあなたのビジネスにお役立てくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょうまたねーバイバーイ